こんにちは。今日もまあ元気で歩いていますが、実は今日はですね、ND フィルターを手に入れたので、今これが使ってるのが可変式のね ND フィルターなんで、今 ND8 にまあ設定しています。 ND8 ぐらいだとこれぐらいの明るさだとどうなのかっていうのは本当にやってみないとわからないんで、今のとこねやってみて、それで ND8 がいいのか16がいいのか32がいいのかなんていうのは、それからですねやってみて、まあ考えてみようかなっていう、そういう感じですね。今は ND8 に設定しています。これで少しはなんていうかな、空の色とかそういうのがクリアにこう表現できたら綺麗ですけどね。これはですね、稲がこう風にこう稲のまあね穂がというか、穂ちゃうな、これはすごいこう風に揺れてるのが綺麗で、これ綺麗な本当に、これがごっつい綺麗に撮れとったりしたら幸せな感じだね。この向こうになんか花がね綺麗に咲いてるところがあるので、ちょっとこれを見に来ようかなという。あ、確かに綺麗な、いいですねこれは。大変綺麗ね、もうだいぶ花終わってるのかなと思ったんですけど、まだまだ綺麗な状況で素晴らしいな、これやっぱりこんな風に花とか取りに来ないかな本当に今日散歩で、素晴らしいところに来ることができました。こういう風な綺麗なところに散歩に来れてよかったですね。いつも同じようなルートなんで、ちょっとこっちは来てなかったんですけど、最近ね大変綺麗です。でまだまだね、あの素敵な花を見ることができますよ、はい、じゃあまあこれで帰ることにします。今日はですね、朝まあ午前中というか朝に庭の木の剪定をしていました。だいたい剪定はですね、秋から冬にかけてするんですけど、まあ軽い剪定でね、春にバーッとこう出てきた分を切るっていう、そういうのをちょっとしていました。これが夏前のというか、もうこれで秋まではしないんですけどね、秋というかまあ大掛かりな剪定まではしないんですけど、まあ、さっぱりしましたね。やっとできて気持ちよかったです。道ってこうぐにゃ
グニャと歪んでるとなんか距離を感じないんだけど、こういうのはまあまあの直線距離が長いとなんとなくすごく長く歩いてるような気がするな。この前言いましたけど、歩いた後シャワー浴びてエアコンの効いた部屋で YouTube を見るとまあ動画なんでもいいんですけど最高やね。今日も昼からはそれで楽しい時間過ごしたいと思います。さっきも撮ったけど、この本当に田んぼの景色って綺麗な。先ほどウォーキングから帰ってきました。それでシャワー浴びて着替えましたけど、こっつい気持ちいいです。 3.37km 今日のウォーキングね。ステップ数8084歩です。まあ、これは朝からのね、今までのウォーキングのあれです。で、体重がですねちょっとずつ、まあ、微妙に下降傾向、まあといっても今 71.2kg あるんですけど、これをね 70kg 台か 69kg 台ぐらいにしたいんですよね。なかなかそうはいかんねんけどね。はい、そんなところです。で、今日まだ私も、ND フィルターをつけた状態で、見てないのですごく楽しみです。それで ND フィルターでもですね、今日は、ND8 だったかなにしましたが、次は16とかですね、あれだったら32とかいろいろこうやってみようと思っています。それではまたよろしくお願いします。あ、それでもしまだ登録まだの方がおりましたら、登録とかいいねとかまたコメントなどいただけると嬉しいです。はい、それではまたよろしくお願いします。